公式 LINE の登録者を募集しています。登録者限定の動画やコンテンツも配布します。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田教務長の中尾です。武田塾教務の高田です。高田先生、はい、チャンネル登録者数、はい、10万人突破しました。おすごいですね。いやかかったね。視聴してくださって、登録してくださって、皆さんのおかげですね、うん、本当にもう。本当そうですね。その武田塾チャンネルっていうね、はい、動画自体、このチャンネル自体がその受験勉強とか、はい、まあ、受験に関する雑談とか、うん、結構ニッチなテーマではあるじゃないですか。でも気づけばね、こうやって皆さん見ていただいて、そして、まあ、教育系 YouTuber とか、はいはいはい、まあ、そういうなんかお仲間もどんどん増えてきて、うん、一つのジャンルとしてね、早い段階からうちは始めていましたけれども、いろんな方に見てもらえて本当にありがたいなという感じですね。まあ、僕自身も本当に自分が受験生の時に武田チャンネルの前身となる、うん、あの時ニコニコ動画とか流してましたよね。やってましたね。ザ大昔なんで皆さん申し訳ないですけど、はい、その頃僕見てて、武田塾の勉強法を淡路島のめちゃめちゃ田舎で真似して京大に合格できたっていう経験があるんで、同じように武田塾チャンネルを見て受かったって人がたくさんいると思うんですよ。で、多分10万人のうち合格した後も見続けてくれてる、ずっと登録してくれてるような子もいると思うんで、社会に貢献できてるチャンネルというか、すごくいい動画だなっていうふうに、ちょっと手前味噌な話であれなんですけど、はい、思いますね。一人でもね、多くの受験生がこの動画見て成績上がりましたとか受験受かりましたっていうね、考えてもらってれば嬉しいなとは思いますけれども、まあ、ただね、はい、ゴールではないんで、ここは10万人超えて、さらにどんどんもう100万人とか目指してね、うんうんうん、頑張っていくためにもですね、やっぱりいろいろな企画考えていかなきゃいけないかなと思ってはいるんですけれども、視聴者の皆さんの意見聞きたいなと、はいはいはい、なるほど、思うわけですよ。10万人超えるにあたって、なんか今後はこういうことやってほしいなとか、うんうん、こういうの見たいなとか、そういうのちょっとよかったらコメントとかで書いてほしいなと、うん、まだまだね、受験生の悩み事はたくさんあると思うんで、こんな動画があったらもっと自分の成績上がるのにとか、こういうの知りたいよとかね、あったら教えてほしいですね。まあ、やっぱね、武田塾もいろいろ企画やってきたんで、はい、まあ、これ復活させてほしいとか、 あるいは、ね、新たにこの企画やってほしいとか、うんうんうん、あるいはこの人に出てほしい、こういう人に出てほしいみたいなね、なるほど、はいはい、ことか、やっぱ見てる人たちはいろいろね、思うことあるかなとは思うんで、ぜひぜひね、皆さんの意見もいただけたらと思うんですけれども、はい、まあ、とりあえずもうこの動画が何が言いたいかって言っても感謝の一言だとそうですね、本当に見ていただいてありがとうございますと、はいはい、世の中ね、まだまだ勉強法を間違えてる人がたくさんいると思うんですよ、はい、自学自習が大事なのに、学校の授業、予備校の授業を受けっぱなしにしてしまってる子、たくさん参考書の中で間違った参考書を選んじゃってる子、たくさんまだまだ全国にね、困ってる受験生の子がいると思うんで、正しい勉強法を伝え、正しい参考書の選び方とか、正しい自学自習のやり方とかをこれからもどんどん発信していきたいなと思ってます。はい、これからも武田塾チャンネルをぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ということで、はい、今回は以上です。自宅にいながら武田塾の特訓が受けられる、その名も武田塾オンライン、詳細は概要欄をご覧ください。